今日先発はケッペルでした。4回の表のソフトバンクの攻撃です。ノーアウト1塁2塁としてラヘアのセンターへのタイムリーヒット、ゴロは打たせたんですが、しかし1点をソフトバンクが先制をしました。本当にちょっと高く浮いたところを逃しませんでしたね、はい、これもそうですよね、変化球が高く、はい、本田のあたりはね、これ高めに浮いたところをレフトのタイムリーヒットで、これで2失点です。ただ今日はケッペルよく粘りましたよね。粘りましたね、この後もね。4回の裏ワンアウトからピッチャーは摂津、この中田のヒットが初安打だったんですけど、いやこれは本当にチームにね、よしみんな行くぞと、はい、ついてこいぞというようなね、はい、そんなヒットでしたよね、はい、2アウトながら1塁3塁となって小山です。狙い打ちですね、スライダーを叩くね、この辺が小山のうまさでしょう ね、 ね、この1点というのは結局やっぱ大きかったんですよ ね、 大きかったですね、はい、で5回の表は三者凡退にケッペルが仕留めて、で5回の裏ワンアウト1塁2塁で中田、これはね、これもまた狙い打ちですか、読み勝ち。そうですね、はい、これはもう中田の成長物語る読みでしたね、はい、左中間のタイムリーツーベース、そしてその後ワンアウト二塁三塁となって続く大谷でした。これもうまく打ちました。これはね、私、はい、大谷 の、 その意識の高さが出たバッティングだったと思うんですね、はい、この変化球に対して逆らわずにセンター方向に打っていこうという、はい、それが出ましたね。これで4対2と勝ち越しです。で7回の表ピッチャーは谷本に変わったんですが、高めのボール内川打ってショートゴロ併殺だ。このイニングも谷本よく投げましたもんね。そうですね、そして7回の裏ピッチャー金沢に対してランナーを1人置いて中田、完璧でしたと本人言ってましたね。ですね、ヒットで幕を開けて、でこの、ね、ホームランでね、はい、本当にこうそのなんですかね、飾ったというかね、はい、26号のツーランホームラン。8回の表には2アウト3塁、ピッチャーは宮西、代打李東選がセンター前にヒットを放ちます。これで3点目が入って6対3、まあこれで3点差になって、まあ終盤何かがあったらというところまでは来ました。ただその裏、8回の裏ワンアウト1塁2塁、ピッチャーは岩崎でしたが、アブレイユレフトに25号のスリーラン。アブレイユこの軽く打っても入るんだというね、改めて思いますね。それとようやくね、あのボールが上がり出しましたね、ここに来て。なるほどね、そして最後は江ノ下がマウンドに上がりました。最後今宮をサードゴロで仕留めて試合終了です。まあ、この江ノ下もね、これからちょっと楽しみですね。そうですよね、はい、まあ、いろんな場面で江ノ下もあの登場することになるんでしょうが、まあ、今まではこうリードされている場面か大差で勝っている場面 の、 あのマウンドだったんですけど。